よろしくお願いします。今単純に昭和寮とお呼びしましたけれども、実はたくさんの施設がありまして、多様な事業展開をされています。そのあたりのことはこれからお話の中で伺っていこうと思います。千村さんは昭和寮に関わられて何年ぐらいになりますか？はい、来年の3月で丸々17年終わるような形になってます。長いですね。そうですね、だいぶ長くなりました。はい、それこそ今でこそね、老人福祉とか老人介護という声高に言われますけれども、この昭和寮という施設ができるきっかけですね、はい、まあ、スタートっていうのはどういうことだったんでしょうか？あ、はい、明治16年に遡りまして、善光寺にあります大勧進、はい、そこで、奥田寛照さんというお坊様が大勧進、養育院という形ですね、お身寄りのない子どもさん、高齢者の方を中心に、まあ、保護するというような事業を始めたのがそもそもになります。で、あ、いいですか？はい、福祉事業としては日本で3番目、宗教界の、まあ、慈善事業としては最後のものというふうに承っております。はい、日本、ね、でも善光寺っていうともうね、全国的に知られているお寺さんなんですけど、 そこで、こういう施設を始めたっていう意義深いですね。そうですね、はい、で、まあ、最初はだからご老人っていうことではなくて、身寄りのないお子さんとかそうですね、いう方も入られてたということなんですね。はい、で、今は東城なんですけれども、はい、その辺はどういう経緯でそういうことになったんでしょうか？昭和46年にですね、大勧進の境内からこの東城の地に移転しまして、松代での活動が始まったという形です。それは善光寺さんが始めた、はい、東城でもということですね。はい、で、それから、はい、昭和48年になりまして、私ども長野市社会事業協会という社会福祉法人なんですけれども、こちらで、経営を始めさせていただいたという形になります。私も単純にこう長野市って言ってしまうんですけど、長野市の、はい、あ、そうですね、はい、社会事業協会と申しますと、はい、まあ、長野市の、まあ、外郭団体というような位置づけになります。はい、で、その48年にそういう移管がされて、はい、最初の施設っていうのはこちらでしたかね？あ、そうですね、一番最初は養護老人ホームという名称で、はい、始めさせていただきました。まあ、経済的とかいろんなご事情でね、家庭での生活ができない方を対象にというような形で、始めております。で、10年後の昭和58年に、やはりこれも長野市から委託を受けまして、デイサービス、老人のデイサービス事業も始めております。で、このデイサービスについては、長野市でも一番最初のデイサービスという形でね、やっております。はい、市内で早かったんですね。そうですね、サービスをやるっていうのはね。はい、なるほど。はい、それで、今は、まあ、いろんな施設というか、はい、事業が行われているんですけれども、はい、その辺はちょっとお話しいただけますか？はい、
昭和46年の建物でしたもので、だいぶあの老朽化が進みまして、はい、平成15年の2月なんですけれども、はい、今建物があるところに、移転新築をいたしまして、従来からありました養護老人ホームとデイサービスに加えまして特別養護老人ホーム、まあ、それに付随しますいわゆるショートステイという短期、入所の事業、それと高齢者の方の介護サービスのプランを作る居宅介護支援事業所という新たに3つの事業を加えまして、事業を展開して、参っているような状況です。はい、あの特別養護老人ホームっていうのは、まあ65歳以上の方が対象ってことですかね。そうですね。内容的にはどの方が、はい、入られているんでしょうか。はい、あの基本的には、まあ、65歳以上の高齢者の方ということで、やはりあの身体面とかですね、精神面で、いろんな障害をお持ちになっている方、うん、それとあの介護保険制度の中で、うん、要介護というあの言葉があるかと思うんですけれども、はい、要介護1以上の方を対象として、うん、まあ、常時、昭和寮の方で、介護支援をさせていただくというようなホームになっております。はい、その他に、ショートステイっていうのがありますね。あ、そうですね。こちらにつきましては、あの通常はね、在宅あのお家の方で生活されている高齢者の方を対象に、最短で1泊2日、まあ、最長で1ヶ月間特養の方に、お泊まりいただきながら、あの特養の利用者さんと同じ、日課とですね、生活を共にしていただいて、お過ごしいただくというような事業になっております。はい、これは常時利用者いらっしゃいますか。そうですね、うん、まあ、定員が8名というところで大変ね、あの少ないんですけれども、ほとんどいつもベッドの方はいっぱいというような状況です。なかなか、じゃあ明日お願いって言ってもそうはそうですね、難しい部分がありますかね。体調を崩されて、まあ、キャンセルとかってこともありますので、はい、そういったところにこう日程が合いますと、あの前日とかですね、そういったお申し込みでも対応ができる部分なんですけれども、はい、あとこの居宅介護支援事業所っていうのがありますね。あ、はい、これはあのいわゆるあの在宅お家の方でね、はい、生活されている高齢者の方にこんな介護サービスがありますよというような、あのいろんな情報を提供しましてですね、在宅生活が一日でも長くあの続けられるようにということで、いろんなあの高齢者の方の介護サービスの計画をこう立てる、うん、そうですね、プランニングの、そんな事業を行っています。ケアマネージャーって方がね、あ、そうですね、ケアマネージャーです。ちょっとうちの場合はあの1名しかケアマネージャーいないんですけれども、あの日夜頑張ってあの在宅の方のね、介護サービスのプラン一生懸命作っているような状況です。はい、それから、ですね、今あの、まあ、ちょっといろんな写真細かい写真ですけども、はいはい、この間もね、あのちょうどお邪魔した時には忘年会を、はい、あ、そうですね、してらっしゃいましたけど、はい、いろんな、入所者さん利用者さんに対してのこうイベントというかね、はい、楽しみの会があるようですね。はい、そうですね、あのできるだけあのご利用いただいている方にもあの家庭生活と同じようなね、いろんなあの楽しみといいますか行事をこう味わっていただくということで、あの式を通じまして、こちらの写真にもありますが、あの一泊で旅あの旅行に出かけたり、あとこの間ね、取材に来ていただいた忘年会等と企画して、楽しくやっているというような状況です。はい、これがこの間の、ね、忘年会の、あ、そうですね、様子でしたね。あのボランティアの方にもアトラクションで来ていただいて、あの風船の何ていうんですか、大道芸とか、はい、マジックショーとかやっていただいて、ああの利用者の方も大変あの普段見れないものですのでね、はい、喜んでおりました。はい、本当にたくさんの、ね、まあ、あの交流があるんですけれども、はい、特に、ね、あのまた地域の小学生たち、はい、
中学生のなんかブラスバンドも、ね、そうですね、演奏会をしてくださったりとかね、はいはい、いろいろ工夫されてますですね。そうですね、あのここにもありますが昭和良祭という年に1回なんですけれども、はい、地域の皆様にあの施設を開放しまして、はい、利用者さんと交流していただきながら、あの今年はあの中学生の吹奏楽の方に来ていただいて、はい、あの演奏を披露していただいたんですが、そういったあのイベントも行っております。あと保育園の園児さんとかですね、小学生さんにもあの施設の方に来ていただいて、利用者の方と楽しくあの交流をしていただいております。やっぱりお子さんとか、ね、若い方来れば、はい、ね、あの利用されてる方も生き生きされるんじゃないですかね、はい、あの利用者さんにとっては、まあ、お孫さんであり、はい、ひ孫さんのような感覚なん で、 あの小さい子供さん来られると大変あの喜びましてね、普段あの表されてか、あと示さないような大変あの柔らかな表情を示されて喜ばれますね、はい、あとはね、あのご自分たちもね、こうやってなんか作品をいろいろ作ったり、はい、そういうのが、ね、展示されたりしてますね。あ、そうですね、うん、あの趣味活動ということで、うん、まあ、あのこの写真については書道クラブの方で、うん、ボランティアの先生にご指導いただいて書いた部分なんですけれども、その他、刺し子とかですね、作ったりする手芸クラブとか、まあ、あの絵を描いたりするような絵画クラブとか、あと民謡とかですね、踊ったりする舞踊クラブというようなクラブ活動もあの自由に参加していただいているような状況ですね、はい、これもそうですね、今言ったクラブ活動ですね、はい、たくさんのクラブがあるんですね。そうですね、カラオケに舞踊に、はいはいはいあと花合わせ、昔ながらのね、花合わせクラブなんていうのも、あ、なるほど、ね、はい、ありますね。こういう部分にはそのボランティアの方がたくさん来ていただけるということなんでしょうかね。あの舞踊クラブにもボランティアの先生来ていただいたり、うん、手芸のクラブにも、うん、ボランティアの先生ともに、あの真っ白の地元の方に来ていただいているんですけれども、うん、あのお手伝いいただいているような状況ですね、はい、本当にあのただね、はい、あの来ていただくってことだけじゃなくてね、それぞれ生き生きと、ね、はい、生活、まあ、一番が、うん、ね、基本が生活をきちんとできて、ね、はい、楽しく過ごせてっていうことが大事ですものね、はい、うん、その通りですね、はい、でまあ、こういうボランティアの方も、はい、大勢いらっしゃるんですけど、はい、なんかこれ、地域の人にお願いしたいとか、あ、はいはいはい、まあ、ボランティアもそうなんですけど、あの、ありましたらちょっと、あ、はい、そんなこともここでぜひアピールしていただくと、はい、ですね、あの、まあ、あのおトイレされた後ですね、はい、あのまあ、あの肌のケアということで、綿の布をあの切って、あの暖かくしたものでこうきれいにさせていただいているんですが、なかなかあの綿のこうタオルとかですね、あの、まあ、あの下着類等々が不足しておりまして、ぜひあの お使いになったもので結構なんで、もしご家庭にありましたらぜひあのお持ちいただければ、あの有効に活用できるかなということでお願いしたいなと思います。はい、もう本当にこう何回も洗濯してね、少しこう柔らかくなったものを帰って、はい、ね、帰っていいありがたいかもしれないですね、はい、洗濯だけしておいていただければ、そうです、ね、いいってことでしょうかね、はい、そうですね、ぜひたくさんね、あの集まるといいと思いますが、はい、これからあの、目指したい部分、はい、とかっていうのはどうですか。あ、はい、やはりあの昭和寮は松代の中の地域に根ざした施設ということでね、今後もやっていきたいと思っておりますので、今はあの子どもさんとかですね、ボランティアの方との交流っていう、どちらかというとあの私どもがこう受け身の活動をしておるんですけれども、はい、これからは、昭和寮にですね、はい、いろんなあの介護の相談とか、うん、そういった部分を気軽にあの寄っていただいて、うん、あのお話しできるような窓口っていうんですかね、うん、そういうあのシステムができればいいなというような形を考えております。
それとご利用いただいている方には先ほども申しましたけれども、なかなか家庭のように、はいかないんですけれども、できるだけご自分の家庭で、生活していただいているような、そういったものに近づけるような、うん、努力を職員一同をしていきたいと考えております。ぜひよろしくお願いします。はい、こちらこそします。で、今昭和寮の理念としてね、人としての尊厳を大切にとか、その人らしく生き生きと生活が送れるようにっていう理念が掲げられていますね。はい、はい、以前ね、昭和寮に勤めてた方が千村さんをね、ぜひ紹介してほしいということで、はいはい、今日おいでいただいたんですけれども、はい、本当に取材させていただいたりお話を伺っていると、本当にその思いがよくわかるなっていう千村さんのあったかさでした。本当に ありがとうございます。はい、はい、本当にこの理念にぴったりのお人柄だったなんだなって本当につくづく感じさせていただきました。はい、まあ、大変なことはたくさんあると思いますけれども、これからもぜひ充実した施設運営をしていただきたいと、はいはい、願っております。はい、これからもいろいろとお力添えよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。答える方は。あ、そうだ、いつも聞く、ね、ええ、ね、さて来週のね、はい、じゃあさて来週のしゃべくりそういかないとね、はい、ちょっと調子に乗らないですね。はい、はい、お願いします。113回ですね。はい、そうですね。はい、ご案内をお願いします。はい、実はですね、私最近存じ上げたんですけどね、田中博美さんという方でね、こちらの方に置いてあるんですけども、松代藩シリーズの、あ、違うわ、松代藩だね、シリーズ藩物語ですね、はい、の中の松代藩ということをね、書かれた方なんですよ。あら、本あったんですか。そちらの方にもね置いてありますのでね。あ、ちょっと持ってきて。あ、じゃあちょっとすいません、ちょっとじゃあご案内させていただきますね。こちらにあるんですよ、この本なんですよ。はい、実はこの本書かれた方なんですね。映りますか。はい、あ、この本なんですよ。これいろんなシリーズ、シリーズの中でいろんなお城、そうなんですよ、いろんなシリーズがありましてね、取り上げてますよね。それでですね、今回が松代藩ということでね、うん、9月ですかね、発売されたんですね。私も読ませていただいたんですけれども、すごいね、松代のことがこの一冊でね、すべてわかるんですね。素晴らしい本です。私も知らなかったんですけど、あ、そうですか。本当に10万石っていう、石高は日本の中でも結構高い、ですね、はい、ね、あまり触れるとね、私勉強不足がバレちゃうんでねということでね、はい、来週はね、この本とですね、はい、どうしてこの本を、松代藩という本をね、うん、書かれたかという、そのようなね理由もですね含めてお話を伺いたいと思うんですけども、素晴らしい方ですよ。はい、それでは来週、はい、楽しみです。そうですね、はい、それはそうですね、森山さん言ってくんなきゃいけないですね。はい、じゃあ来週お楽しみに。はい、はい、お願いします。しゃべくり松代、また見てねー。